前回ですね、はい、この3人で5キロ1人チャレンジ挑みましたよね。全然ダメでした、全然ダメでした、ダメダメでした。甘いもんでやっぱいけなかったですね。なので今日は、はい、しょっぱいもんチャレンジ、バーミヤンのしゃぶしゃぶ食べ放題。ただね、このしょうもないメンツじゃもうどうしようもないです、はい、もう今一人増やしましたから、はい、おいで。ゲットはこちらの方だ。そっちじゃない、こっちだよ。はい、サボです。はい、こんばんは。なんと来ましたね、初めまして、サトシです。いつも見てるよ。奥さんの紹介も、妻です。はい。さあ、奥さんが一番本当は食べるらしいんですけど、でも私は乗ることはできないんで、体重計に。なので今日はね、アドバイザーとして、はい、サトシ君、はい、いいよ乗って。はい、さあ、よし、34.95キロ。はい、良一君、はい、乗ってください。はい、27.7キロ。さあ、野間さんです、お願いします。おっと、61.9。アイジさん、体重、体重チェック。はい、アイジさん、軽いですよね、60.7。よし、じゃあ5キロ4人だったらいけるでしょう。よし、いざ、ゴー、筋じゃ。よし、じゃあ、はい、パイタンスープ、はい、マーラースープ、カラー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 、こんな感じでメニューがいろいろ食べれますね。パイタンとマーラーを頼みました。ごまだれとポン酢だれ来ました。あと春雨が、はい、基本セットですね。まずこれ、おお、ね、まず入れないとダメだよ、煮立ったのよ。おお、いただきます。これだね、これもあんまり火が通らない野菜を食べます。そしたらどんどん入れちゃおうか。こっち、こっち、こっち。ちょっと涼一くんがだいぶ鍋奉行ぶりを発揮してますよ。はい、はい、どう？出ました。しゃぶしゃぶのアクトリ大好き。早いね、アクトリすんの。ながらで全然食べます。本当に美味しい。全然足りない。餃子、餃子もう開けたよ、一箱。まだまだいってます。もう餃子をこちらの方の中箱でも全然すっからかんない。全然いくらでもない。美味しい、いっぱい取れてるね。この涼一くんがとにかくアクを取るのが大好きみたいでね。おいちくんがひたすらアクを取ってくれます。これはね、でもありがたい存在ではありますよ。もう僕らになるとね、肉も2枚重ねですよ。2枚か、いいね。もう1枚じゃ足んないもんね、俺らくらいになると。きた、やっぱ2枚だとうまいでしょ。またおかわりしてやりましたよ。行ってやりましたよ。さらに2皿、また行ってやりましたよ。もう1皿、どうなんですか、行ってやりましたよ。中華麺、中華麺、いいね。いや、3つ行きましょう。涼一くんがついにアクを取りすぎて、
ね、パンパンにしました。いいね、お腹いっぱいになってきたね。眠い。どうですか、皆さん。スイカがさ、面白いのがさ、6とか5とか8とかさ、普通スイカってさ、1とか2とかじゃないの。すごい、5とか9とかのあるよ、ほら。スイカ追加で。はい、どうぞ。はい。なんと、あれ？あ、35.55キロ。はい。はい。これは？28.8。はい、61.95から。はい、さあ、あれ？62.6。見てください、皆さん。ああ、もうどんな食ったか。3キロ増えてる。いきます。あんだけ食べたんだからもうバッチリ。はい。こんなバーミヤンの前で体重計乗るからにはいかないと。さあ、どうだ。変わんない。ハンドパワーで何とかなるもんなんですかね。あれ61.5キロ。おっ、ということは スイーツパラダイスより行ってないじゃないですか。野菜食いやば、子供全部食われてたんですよ、こっち。食いでも食われた。よく考えたら僕まだ腹減ってるもん。はい、妖精としてるけどね。靴を履いたら、よし、靴を履いたら靴に穴が開いてるって。ああ、それはもう、はい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 。何して靴に穴開けてんじゃん。